阿蘇ボーイのミニ電車をやっていました。無料で乗れました。今年、女子ハンドボールの世界選手権が、熊本で開催されるようです。ラグビーのワールドカップもあります。おー！左、左。あ、OK、行っちゃった。ごめんなさい。頑張って、左ね。ナイス。あ、ナイス。ナイス。熊本駅まで来たので、観光列車の A 列車で行こうに乗ることにしました。EV の帽子は、さっきのガラポンでもらいました。ちょっと探索してみましょう。このカウンターでは、オリジナルカクテルを販売しているみたいです。大人の雰囲気あふれるデザインですね。乗車記念のスタンプを押しました。
海の中に電柱が立っているという不思議な景色が見えます。遠浅の潮が引けば普通に道があるんですけどね。見えている山は長崎県島原の雲仙普賢岳です。はい、でそして乗ってから娘のところに来ました。こんな感じ。はい、帰りは普通車で戻ります。 A 列車で三隅まで来てフェリーで天草まで行くのが人気の観光コースです。皆さんも新しくなった熊本駅から A 列車に乗りに来てみてはいかがでしょうか。今日はここまで。チャンネル登録お願いします。またね。チャンネル登録よろしくね。お疲れ様でした。